ラネル酸ストロンチウムは、ラネル酸のストロンチウム塩であり、骨粗鬆症治療薬である。フッツセルビエ社によって、プロテロス、プロトス等の名称で販売されている。膝の骨関節炎に有効であるとの研究もある。現在のところ、骨形成の促進、骨吸収の阻害双方の作用を持つ薬剤としては、ほぼ唯一のものである。2013年、無作為カリ症試験で、 心筋梗塞のリスク上昇が見られたと発表された。同発表では、ラネルサンストロンチウムは閉経後女性の重度の骨粗症症についてのみ使用すべきとされた。欧州ファーマコビジランス評価委員会は、心筋梗塞リスクを踏まえた危険便益評価を実施してから用いるべきであるとした。2014年2月には、欧州エマは心疾患を持つ患者へのラネル。 サンストロンチウムの使用を制限するとした。ストロンチウムは第二属元素で周期表ではカルシウムの下に位置する。カルシウムと性質が類似するため、骨、歯のエナメル質のカルシウムと置き換わる。臨床試験においては、このことで骨の成長が促され、骨密度が増加し、椎骨、末梢骨、女性では股関節の骨折が減少した。ラネルサンストロンチウムは、 カルシウム感知受容体を刺激し、全骨芽細胞を骨芽細胞に分化させ、骨形成を促進する。さらに、骨芽細胞からオステオプロテゲリンを分泌させることで、破骨細胞分化因子の働きを阻害し、ランクルを介して、全破骨細胞の破骨細胞への分化を妨げる、ことで骨吸収を阻害する。この双方の作用により骨代謝のバランスを、骨形成の方へと傾ける。 これは、コリン安定化オルト計算の効果に似ている。ほとんどの薬剤は、その薬理学的作用をアニオンに依存するのに対し、ラネルサンストロンチウムはカチオンに依存する点が特徴的である。他のカチオン製薬剤には、ヒ素、水銀、ビスマスリチウムなどのイオンがあるが、現在ではあまり使用されない。椎骨、股関節骨折を減少させる効果があるため、後年期障害による、 骨粗症症の処方薬として70カ国以上で承認されている。米国では FDA に承認されていないが、英国では国民保険サービスに閉経後骨粗症症治療薬として処方されている。2000年にソチトロパスという2つの治験がフェーズ3に入った。結果は2004年にまとめられ、疑悪群と比べ3年間で椎骨骨折を41%、 股関節骨折を36%減少させた。5年間のデータによると、年齢、骨密度、既存骨折、症候性骨折、ボディマス指数、喫煙歴などのもともと持つ骨粗症症リスクに関わらず、椎骨骨折を優位に減少させた。高齢者や骨減症症患者に対して、高骨折効果を示す。忍ぶ広姿勢が高いとみなされている。 2012年に発表された、偽薬対象20盲検大規模国際臨床試験では、膝骨関節炎の治療に有意な効果が見られた。3年間の治療で、骨関節炎の疼痛感は、膝機能改善、X 線写真で確認可能な軟骨減少抑制、関節空の強作の低減が見られた。本罪、または、不経罪への過敏症がある場合は近畿である。 また、正確なデータがないため重度の人疾患患者、例えば、クレアチニンクリアランスが 30ml、ミニッツ以下の患者には推奨されない。腸脈血栓側栓症の気温症がある場合、そのリスクが増加することへの注意が必要である。尿、血中のカルシウム肥食測定に影響するほか、製剤中にアスパルテームを含むため、フェニルケトン尿症患者に対しても注意しなければ、 ならない。ラネルサンストロンチウムは、腸脈血栓側栓症、肺側栓症、心筋梗塞を含む重篤な、心疾患のリスクを増加させる。副作用は吐き気、下痢、頭痛、失神などで、プラシーボ群に比して2から4%増加したが、ほとんどは3ヶ月以内に収まった。牛を抗抗酸球増加、全身症状等の重篤なアレルギー反応が、 報告されている。メーカーによると、生産剤投与の2時間以上前に、また乳製品、カルシウム製剤の摂取から2時間以上間を空けて、投与すべきである。また、ストロンチウムのキレート剤として作用するテトラサイクリン、キノロン系抗生物質の投与は中止すべきである。ありがとうございます。